こんにちは。誰でも Python チャレンジ、誰パ y です。はい。えー、続きですね。えー、英語で国の名前とか首都を勉強しよう。そのためのツールを作ろうっていうですシリーズです。はい。えっ、ー、と、前回そうですね。えー、まず、まあ、昔やった、えー、日本語版の首都、えー、各国データ、クイズ用ですね。えー、人口順と、それから首都のリストを取ってくる。それの 同じように英語版でやりながら、えー、まずは、えー、人口データの収集までやりました。全体の流れはこうですね。えー、今日はそう、人データを取ってきて、そしてマージしてダウンロードする。これをやります。前回、確かに、えー、っと小技としては、やりましたね。レスの選択ですとか、レスの並べ替えですとか、 列名変更といったことをやりました。少し復習しながらやってみましょう。えっ、ー、と、前回の最後に、えっ、ー、と、どうやって閉じるか言わなかったけど、大丈夫ですよね。まず、こう、Google コラボを開きまして、えー、まあ、もし、えー、ここのファイルオープンで、えー、前回のソースが残ってれば、多分リリスンというところに残ってんじゃないかと思うので、まあ、残ってなければもう一回やってください。で、これは走らせなければなりません。 まず接続して、接続して、から編集で、えっ、ー、と、例えば、あれですね、えー。前回の、そうですね、えっ、ー、と、前回の、あの、編集のところですか編集のところで出力を全部消去した方がわかりやすいかもしれません。はい。これで、えー、まず、えー、そうですね、パンダをインポート。 ウィキペディアのこのページですね、えー。世界の人口順1位から1位と2位がまあ僅差3位、4位、5位、6位。このページを持ってくる。このページから、えー、持ってきてテーブルが3つあるうちの0個目を使いますと。で、こういう感じでしたね。はい。で、こういうふうに列の名前がこういうふうにあって行が ワールドからチャイイナ、インディアとあると。あるこれのうちの、えー、使いたい列の名前を見つけるためにコラムズ DF のコラムズのトゥーリストとやるとこういうふうに列の名前が順番に出てきますので使うのはロケーションと選択するですね、えー、ポピュレーションだけですのでこういうふうにやると、えー、列の選択ができますねさらに列の名前を変えますこのロケーションというのはちょっと変なんでカントリーに変えます カントリーに変えて、しかも、この1行目のワールドは不要ですので、ワールドは捨てます。捨てるのはこういうふうに、まあ、ドロップでもできますが、こういうふうに、まあ、ワールドじゃない行だけ取り出して、DFP に改めて入れる。こういうふうにやると、えー、チャイナ、インディアで、それぞれ人口が入って、えー、こういうふうになるということがわかりました。で、これを Excel ファイルに書き出せば、ここに Excel ファイルができて、これはダウンロードすることができる。 いうところまで、やりましたねで、えー、ざ,ざっと見てみて、上位50位のところ、大体いい良さそうですね。昔、あの時によっては、ここの国名の後に四角学校が入っていたと入っている時もあるんで、えー、それは手で直す必要があるんですが、まあ、今回は OK ということです。ということで、この続きをやりましょう。もし前回ダウンロードしたファイルがあれば、ここに ドラッグすることで、このファイルを用意することもできて、それを読むこともできます。そうやってスタートしてもいいですね。えー、あ、ごめんなさい。こっちの上の方ですね。はい。この続き、ここで続きを、えー、ちょっとたくさんボックスを作ってやりましょう。ので、えー、っと、そうですね。ここで改めて、まあ、もしファイルから読むんでしたらば、えー、読めばいいと思います。えー、pdp、えー、 dfp= 改めてですね、上にありますけど、まあ、改めて読むと、P、もしよファイルから読むとすると、pd のリードエ e x c e l の Excel の, Excel の、えー、ファイル名。ファイル名は、ここのファイル名にして、こいつの、えー、ファイル名をコピー、パスをコピーして、ここに貼り付けばいいと思います。こんな感じまあた、多分前半なくてもいいでしょうね。これなくてもいいです。 ししてみましょう多分これでいいと思います。ワールドので、これで読み込むと。はい。えー、DFP の、まあ、3行目ぐらいを見てみましょうか。はい。これで、えー、いいと思います。同じく50行分読めるあ。いくらでも読めると思います。同じファイルが持ってきます。じゃあ、今日この続きやりましょう。今日見るのは前回と同じで、えー、世界の首都リストですね。 世界の首都リスト。まあ、の、えー、このウィキペディアのページへ行って、で、しかもこれの英語ページに行きます。言語で英語ページに行きます。そうすると、リストオブ f シ a t i o n a l c、まあ、これのあの、リストも、えー、ちゃんと URL 貼っときますので、まあ、これがアイブリーコースから始まってずっとあります。で、こちら側が、 country, territory っていうのが、えー、国の名前。city, town っていうのが、まあ、一応首都の名前。いくつかの国については複数あるものもあります。なぜかっていうと、えー、経済的な人と、えー、地理的な、えー、場合が、えーと、法的な人が異なる場合があるからですね。まあとにかくこれを持ってくることにしましょう。同じです。ここの URL をコピーして、で、こちらに行って、今度は UR URL 2、URL2、 イコール、えー、シングルクオートで間に貼ります。同じですね。そしてこれを、えー、DFS イコール、えー、PD のリードの HTMLURL2、えー、でいくつあるか見てみます。はい。そうすると2つあります。まあ今回は多分1個目かなちょっと1個目 また見てみましょうか。DFS の、どっちだろう ?0 個目の方かな多分1個目の方ですね。ちょっとこれ1個目の方、3行ぐらい、5行ぐらい見てみましょうか。こっちですね。はい。0の方だと何かっていうと、えー、0の方は、え判、ー、例が出てきますので、0の方ですね。で、1の方を使いたいですね。なので、えー、っと DFC。D イコール、DF キャピタルイコール、1の方を取ります。はい。で、DFC の5行ぐらい、見てみます。DFC は、えー、2番目です、すね。いいですね。OK ですね。で、えー、また、さっきと同じで、ここを書き換えたり選んだりしたいので、使うのはこの2つだけですから、まず、コル r e 2コ o r 2 イコール、コールズトゥーでもいいんですけど、えー、さっきと同じですね。df キャピタルのツーじゃなくて、コラムズのツーリスト。こういうふうにやって、はい、こういうふうに出てきます。こいつとこいつだけ使いたいんですよね。なので、この間と同じです。えー、dfc2 イコール、えー、っと、まず、 頭の2つだけ取ってきたいので DFC の、えー、っとこの2つだけだから逆に言うとこういうふうにやってこういうふうにやってあそんなことやらなくていいですね失礼しました DFC の頭の2つだけ取ってきますまあというか逆にした方がいいですよねこっちを先にしてこっちを後にしたいので DFC の1 これリストにして DFC の1が行き先 DFC の0が2とはいこういうふうにやることによって DFC2 ができます DFC2 のまあちょっと頭の産業だけもう一回見てみましょうはいこういうふうにやるとあ間違えましたえー、なんだって DFC あ、コルツー、失礼しました。コルツーの1番目とコルツーの2番目ですね。はい。えー、当たり前です。こいつとこいつだけ取って、で、こいつを前にしたいので、こうですね。はい。やり直します。これで、カントリー、テリトリー、シティ、タウンが来ます。で、名前を変えた方がいいので、えー、それもやっちゃいましょう。DFC、えー、の ま、dfc イコール ,df c a p i t イコール ,dfc2 の、あ、dfc2 のコラムズですね。dfc2 のコラムズ、イコール、名前を変えます。1個目が、上と同じ、カントリーですね。ここ、これと同じにしたいですね。で、キャピタルにしたいです。ので、カントリーで、2回目はキャピタルにしましょう。 はい。こういうふうにやれば、名前が書き換わります。あ、もう一つぐらい使うあれちょっと待って。あ、これ、コンティネント使いたいですねご。ごめんなさい。少し戻りましょう。コンティネントも使いたいので、えー、ここに、少し戻って、ここに、フォルトゥーの、えー、012にも取ることにしましょう。失礼しました。これで、ちょっとやり直します。こういうふうにやると、 カントリーが1個目、首都が2個目、コンティネントが3番目。こういうふうにやりますね。なので、ここは、えー、これはコルトゥーの2番目の名前をそのままにして入れます。そして、えー、これで出来上がりですね。DFC2 の5行目まで。はい。これで名前が書き換わりますと思ったら、 カッコウとジンのを忘れてました。こうですね。はい。いいですね。Country, Capital, Continent。ちゃんと、この間やった、えーどこ、どこの大陸にあるか、どこの地域にあるかがわかってくれると思います。はい。じゃあ、あとはマージしましょうね。この表1、DFC2 と DFP、Population をマージすることにします。覚えてますか 多分大丈夫だと思います。df マージ、イコール、pd のマージの、まあどっちでしょう。人口が前かな。えー、そして dfc2 コンティネント。c2 が気持ち悪いけどこれ戻してもいいんですけど、いいですね。カントリーをキーとして、こいつとこいつを マージするこ,とになりますこいつの後ろに、このカントリー、ポピュレーションの後ろに、このキャピタルとコンティネントを付け足してもらうことにします。なので、えー、オン、これオン、まあ、キーのような顔してオンなんですよね。オンのカントリー。これが一致してないとダメです。こいつとこっちの DFP の方のこれ、これが一致していることが大事です。 そうすると、あとは並べてくれます。どういうふうにやるかっていうと、ハウイコール。まあ、ポピュレーションの方を、えー、優先にしましょうかね。こういう感じかと思います。はい。ちょっと上位50個を見てみましょう。はい。できました。さあ、きれいにできたかな結構きれいにできましたね。いいですね。 country, China, population, capital, continent, India, 人口 New Delhi, Asia, United States, Washington DC, North America. なんとなくちゃんとできてるような感じがしますね。はい、えー。ちゃんとこの後ろが埋まってるような気がします。時々こういうことがあります。South Africa 3つありますね。Judicial, Legislative, Executive. まあこういうことがあります。まあ、首都とされるものが、例えばこの場合3つ、司法的な、そして行政的な、えー、そして執行的なんですね。3つある場合があります。まあ、まあこういう例は、えー、あんま多くないので無視しましょう。このままやっていきましょう。ね。えー、マレーシアもクアラルンプールと、えー、2つあるということになっています。まあ、ちょっと気持ち悪いから後で直しても、手で直しても必要なら直してください。 えー、ということでいいと思います。じゃあ、これを、えー、書き出します。えー、dfm, to, Excel,、X、Excel, の、はい、えー、world, capstals, c a p i cap, i t a s まあ、こんな感じでしょうか。の Excel、Excel. sx これでいいですね。あ、まあ、インデックス。あ、ところで人口順にした方がいいですかね。人口番号をつけましょうか。えー、人口番号をつけるうん。確かに、そう。前につけといた方が良かったか。ちょっと待ってください。これ。 ここの段階で人口番号をつけといた方が良かったですかね。ランク。少し戻りましょうか。こういうこともできます。ここで1個開いて。1行。あ。そうですね。1行足しましょうか。DFP のランク。ポップランク。ポピュレーションランク。こういうこともできます。 ポップランクイコール、えー、っと、インデックスプラス1ですね。DFP のインデックスプラス1。こういうふうにやると、えー、世界でのランキングが入るはずかなこれうまくいくかなそうですね。ポップランキー、チャイナが1位、インディアが2位、まあ、僅差ですけど、まあ、こんな感じでやっとくと面白いかもしれません。ちょっとこれを、えー、やっ あともう一回マージやりましょう。ここですね。こういう一応やり直します。そうすると、はい、今度の新しいのでは、Country、Population、Pop ランクが入って、Capital、Continent。これは何がいいかっていうと、えー、と例えばさっきのサ,サウスアフリカは23位、23位、23位。いいですね。ですので、これをキーに後で何か手で直したい人は1個だけ選ぶようなことをやってもらうことができると思います。改めてこれを書き出します。 あ、えー、インコンプリートインデックス、あ、イコール、ごめんなさい、フォールス。そう、こういうふうに書き出すと、はい、ここで、えぇ、ー、Excel、ワールドキャピタルズが出ました。ので、これをダブルクリックするなり、ダウンロードするなりして、えー、持ってくると、ダウンロードのところに入ると思います。いいですね。 ワールドキャピタルズ入ります。これちょっとエクセル開いてみますと、えー、多分ちゃんと出ると思います、えー。ちょっと遅いですが、はい。これはいいですね。はい。こういう感じで、えー、そうですね。あのー、出てるのが見えると思います。もう一度言いますと、カントリー、チャイナ、ポピュレーション、ポップランク、キャピタル、コンティ i t a l o k です。 いいですね。もし気になる方は、例えばここで、えー、サウスアフリカの、えー、まあ、ケープタウンにしたければ、ケープタウン。この2つは、残りは、まあ、消すとか、まあ、こういうふうに削除するとかですね、えー。マレーシアもどっちか消すとか、まあ、クアラルンプール覚えておきゃいいでしょうとかいうふうに、えー、やって、まあ、セーブしてお、えー、いてください。こういう感じでやれば、えー できると思います。はい。以上、これで今日データができました。えー、もう一度スライドに戻りますと、はい。小技として、並べ替えとか、列名変更、それからよく、一億えー、あれでしたね。あのー、ランクを足すこともやりました。人とデータの収集と、手動で小水しでし、マージ、そして、Excel に書き出してダウンロードまでやりました。はい。 じゃあ、えー、次回、この続き、いよいよこれで英語版のクイズを作る。そして、英語版で読み上げさせて、私たち日本人が英語の勉強をし,しましょう。例えば、インドニージアとか、えー、トルコのことはトゥルキーであるとか、そういうふうに、えー、まあ、だんだん国の名前をちゃんと英語で言えるようになっていく。そこのところをツールを作りたいと思います。はい。また見てください。さよなら。